おはようございます、こんにちは、こんばんは、ミノでございます。これまで那覇市のユイレール、鹿児島市の路面電車とやってきまして、今回は熊本市の路面電車上空を旅していきましょう。熊本市は令和5年8月現在73万7174人を抱える政令指定都市。そんな熊本市内の移動を支えているのが熊本市交通局が運営する路面電車熊本市電です。熊本市電は A 系統、 B 系統の2系統が存在。今回はこの2系統の街並みを鳥取県で旅をしていきましょう。まずは A 系統、熊本駅の少しだけ南側にある田崎橋停留所から熊本駅を経由して終着の県郡町停留所へと向かいます。 B 系統はその後です。それでは A 系統の始発田崎橋停留所の方に向かっていきましょう。田崎橋停留所は熊本駅のほんとすぐ南側にあるんで、まあ熊本駅の方に向かっているように映像では見えるわけです。この熊本駅ですね、熊本駅は熊本都心のだいぶ端っこの方に所在しているんですけど、まあ、さっきの映像を見てもらっての通り、駅周辺山あり川ありという地理的な制約の影響もあるのでしょう。駅周辺玄関口の駅の割にはあんまり発展しないのかなと個人的には感じました。ではこちらがですね、 JR 熊本駅になります。駅周辺はこういう感じとなっています。まあ駅周辺ですね、まあビルとかはいろいろ建ってはいるんですけど、まあ、都心部ではないよななんて、そういう雰囲気なのがよくわかると思います。それではこれからですね、熊本市の都心の方に向かっていくんですけど、熊本の都心繁華街の位置について説明をしようかなと思います。熊本市は中心市街地を4つに区分しています。読み方間違ってたら教えてほしいんですけど、その4つというのは熊本駅周辺地区、新町、古町地区、熊本城地区、そして通町筋、桜町周辺地区、この4つになります。その中でも通町筋、桜町周辺地区を商業、業務等都市機能が集積する地区と位置づけているようです。なので熊本駅から北東方向ですね、こちらが熊本の都心というわけです。まあ距離にして熊本駅から2キロほどでしょうかね、それくらいになります。そしてその通町筋、桜町周辺地区の中でも上通り、下通りというところが熊本市の繁華街となっているようです。アーケード商店街を中心に商業施設が集積します。ではこれから都心となる通町筋、桜町周辺地区に向かって路面電車の線路上を進んでいきましょう。こちらが熊本駅前停留所になります。ここからですね、都心の方に向かって進んでいきましょう。熊本駅前停留所出ますと都心に向かっていくんですけど、カーブがすごい続くんですよね。映像の余韻の方ご注意ください。最初の停留所は祇園橋停留所になります。まだカーブが続きまして、これ進んでいきますと今度は右方向にカーブをしていきます。これを右に曲がりますと次の停留所は呉服町停留所、4つに区分した都心の1つ、新町、古町地区の古町地区の中心になります。この新町、古町地区は王子の熊本城の城下町の面影を色濃く残すエリア、いわば観光エリアといった感じでしょうかね。この古町エリアはですね、町を5番の目に分けまして区画ごとにお寺を配置するという一町一寺という形態をしているようです。ちなみにこのお寺は火事の延焼防止や有事の際の軍事拠点となっていたそうです。さて呉服町停留所は当の昔に過ぎまして、ここから河原町停留所、慶徳校前停留所と過ぎてきまして、左に曲がりますと下に見えるのが唐島町停留所になります。ちょうどこの辺から熊本の都心、通町筋、桜町周辺地区に入ったのではないでしょうか。上空から見てみましてもね、なんかオフィスビルとかそういうなんか高いビルが増えてきたな、そういう都会らしい景観になってきたなっていうのがわかると思います。またこの停留所の前にはですね、今左側にちらっと見えるかな、見えたと思うんですけど、2019年に誕生しました、ひときわでかくて洗練されてると言いますか、どこか近代的なデザイン、都会っぽい雰囲気漂う桜町熊本というですね、バスターミナル併設の大型の商業施設があります。唐島町停留所を過ぎまして、花畑停留所、熊本城、市役所前停留所と通過、その後右方向に曲がっていきますと、おお、なんかどことなく商業地区っぽい、繁華街っぽい、そういう街並みに変わったなっていうのがなんかわかると思います。そう、この辺にですね、通町筋停留所っていうのがありまして、上通り下通りともにこの停留所近辺からスタートです。近くに鶴屋百貨店もありまして、熊本市内の商業エリアとなっているようです。その後次の水道町停留所まで熊本の都心を通っていきまして、その後川を渡りましたね。川を渡りましたらいよいよ郊外に入っていきます。九本寺交差点、交通局前、そして味噌天神前停留所と続いていきます。味噌天神前ってなんかすごい名前ですけど、こちらどうやら日本で唯一味噌の神様を祀る神社だそうです。本村神社の通称だそうですね。そして今目の前を横切っているもの、こちらがですね、 JR 線の高架になります。こちらはですね、新水前寺駅前停留所、 JR の新水前寺駅になっていまして、あの JR と
熊本市交通局が乗り換えができる停留所となっています。なんで熊本都心に向かうときはこの駅で乗り換えて都心に向かうっていう人も結構多いそうです。そしてですね、今上空から見てもらったんでわかるかなと思うんですけど、一回川渡って熊本市の郊外入っていったけど、この水前寺駅前、新水前寺駅前周辺なんかマンションが多いなっていうのがわかると思います。まあ僕も思ったんですけど、どうやらこの辺マンション街みたいな感じで結構マンションが密集しているというか、マンションが多いエリアなんだなっていうのがわかると思います。まあ新水前寺駅前停留所を過ぎまして、この先はねああいうマンション群というかマンション街みたいなものは特にないのかな。いよいよ本格的な郊外に入っていきます。ちなみに一つ情報といたしまして、現在の支店はですね熊本市交通局が運営してるんですけど、この交通局2024年度に廃止されるそうです。25年度からはですね、列車を運行する事業者と施設や車両を保有管理する事業者を分ける上下分離方式というものを導入。熊本市は施設車両を保有しまして、運送を行う財団に貸し付けを行っていくようです。まあ特にね、利用者側からしたらあんま大して変わんないのかなとは思いますけど。そしてベラベラ喋っていましたら、終着健軍町停留所の方に到着です。上空から眺めて熊本の市街地都心の方を眺めます。こんな感じですね。ちなみに健軍町停留所を出ますとアーケード商店街があったりもします。続いては B 系統です。ここ健軍町停留所から都心通り町筋桜町周辺地区を通り、桜町熊本の最寄り唐島町停留所まで A 系統と同じところを通ります。その先ですね、 JR 上熊本駅に向けて分岐、終着上熊本停留所まで向かっていきます。ここからは B 系統、途中唐島町停留所まで A 系統と同じところを逆走していきます。さてここまで熊本の都心を見ていきました。まあ都会かどうかにね基準も客観もないんで完全に主観ではあるんですけど、個人的には思ってたよりも都会に見えるぞというのが感想です。個人的にはね、人口70万くらいの都市が一番想像とリアルにギャップがあって楽しいです。人口70万人って言われると一般的な地方都市よりもね、まあ、人口2倍近くはあるから、そこよりも発展はしているのは間違いないと。でも人口100万人と比べると人口30万人も違うと、まあ、どれくらい発展しているのかよくわからんなとなりまして、まあ地方都市をちょっとでかくしたくらいかなと思うわけです。そう考えて現地に行ってみますと、あれなんか思ってたよりも賑やかだぞって驚くわけですね。実際にこれまで静岡市岡山市と行きましたけど、やっぱり両方とも驚きましたね。個人的にこのギャップが知らない街に行く楽しさの一つなんで、それをよく感じられる人口70万くらいの街、まあ、この熊本市もまさにそうですっていうのがやっぱり現地に行って一番楽しいんだろうなと思います。なんでね、この熊本市今すごく現地に行って動画を作りたいな、街歩きの動画を作りたいなと思ってる都市の一つであります。さて、まあ、ベラベラ喋っていましたら都心の方入っていきました。今目の前に見えるのが熊本城、左側に曲がりまして、もう間もなくですね唐島町停留所になります。この辺はオフィス街ですね。で、間もなく右手側に桜町熊本が、まあ、右手じゃねえな、正面だな。桜町熊本が見えまして、下にあるのが唐島町停留所になります。これを右に曲がりますと、いよいよ A 系統と B 系統が分岐します。さて、支店を少し下にやりますと、おお、線路が分岐している。わかったかなと思います。あれ左側に行くと熊本駅方向 A 系統ですねになります。僕は今 B 系統なのでそのまままっすぐ進んでいきます。唐島町停留所を過ぎまして、西唐島停留所、千葉橋停留所を過ぎますと、この千葉橋停留所から次の新町停留所までの区間、唯一の専用軌道に入ります。道路を走行しない区間ですね。でもそれも一瞬で終わりました。その次がですね新町停留所、都心4地区のうちの一つ新町、古町地区の新町の方ですね。城下町整備の際に先に整備されたのが古町、新しく整備されたのが新町です。武家屋敷と町人の町が混在する全国でも珍しい町だそうです。まあその後ですね、ごめんなさい、もう停留所も分かんないし、なんか読み方もなんか難しいんですよね。うるさん町停留所、ダニ山町停留所、杉戸停留所と、なんかもう本当にどうやって読んだらいいんだっていう、そういう停留所が続きまして、まあもう間もなくですね終着上熊本駅停留、ごめんなさい、上熊本停留所ですねになります。こちらの停留所で JR 線と熊本電鉄という地方施設に乗り換えをすることができます。ということで上熊本の停留所までやってきましたので、こちらで B 系統も終了になります。次回は長崎市電やっていきます。その後福岡の地下鉄北九州のモノレールと進んでいきます。